ようこそ日本人とお菓子をやっています杉内ゆかです。本日のお題、日本人よく飲むコーヒーについて。日本人ね、お茶もなかなか飲むんですけれども、コーヒーもなかなか飲んでます。コンビニによくあるコーヒーはペットボトルと缶がありまして、缶は割とね小さくてコンパクトめに作られてて、そうですね、あの味がね、まあ濃いめ、あと甘め、みたいな感じで、そうですね、サラリーマンの方がちょっとした休憩中にもうその場で5分ぐらいで飲み干すみたいなイメージの缶コーヒーと、こういうボトルのもの、これはねちょっとあっさりめとかで、デスクに置いてねちょこちょこ飲んだり、蓋もできますしみたいなタイプのものが売ってるんですね。でお茶は無糖ばっかりなんですけど、コーヒーは甘いのが多いですね。もう無糖の場合はもうブラックって書いて、真っ黒でブラックって書いてたらもうほぼ無糖なんですけど、それよりかは微糖とかちょっとだけ甘いとか、まあ甘いとか、まあミルク入ってるとか、結構種類がねたくさんありますね。なんでなんですか、お茶は。まあご飯の時にコーヒー飲むあんまり飲まないからなのかなみたいな感じのイメージです、私の勝手なね。私は緑茶よりコーヒー派ですけど、やっぱご飯の時にコーヒーは、まあ、あんま飲まないですね。私は水を飲んでるって感じなんですけれども、私パンとかお菓子とかずっと作ったりしてたんですけど、その前はコーヒー豆を焙煎したりしていまして、趣味で田舎に住んでた時に茶葉をね摘んでね、自分家でお茶を作るとかっていうことをやってたんで、コーヒー豆も自分で作れるんじゃないかってある日思ったんですよ。でなんかね網をね、なんかフライパンみたいな形のね網があって、そう蓋ができるんです。そこにね木豆っつって、焙煎する前の豆入れてこうやってね、いったらできるって返してやってみたら、もう出来たてがすっごい美味しくて、これはすごいと。やっぱでも時間が経つ、コーヒーって時間が経つとすごい酸化してね、なかなかね味がね劣化していっちゃうんですよね。しかしちょっとこの日本のね缶コーヒーとか時間経ってるはずなのに美味しいから、もうこのコーヒー作ってる人たちのね、このなんつうんですか、情熱たるやって感じですよ。本当そう、本当になんかねありがたいですよ。もうなんかコーヒー飲みたいなと思って缶で買ったらすぐ飲めるみたいなね。そんないちいちね出先で焙煎とかできませんからね。本当に作ってくださってる人本当ありがとうって感じです。それだけです。本日それだけでございます。本日はここまで。チャンネル登録コメントなどいただけますと本当に嬉しいです。ありがとうございます。ごきげんよう。